マー君。マー君？男？え？男嫌いなんじゃないの？まさか元カレ？お兄さんが迎えに見えたわよ。どうぞ。失礼します。もう目も覚めると思うんですけど。マリー、大丈夫か？マリー、ツボ女の兄貴。お、気がついた。帰るぞ。ほら、マリー、捕まってお世話になりました。はい、お大事に。とは、君も。マリーの彼氏？そうです。ふう、やっぱり違う。あ、聞こえてた。松永君、ここへ運んでくれたんです。そうなんですか。ありがとう、松永君。おいえ。それじゃあこれで。失礼しました。大丈夫だったの、筒井さん？偉かったね、マッツン。お、ノツキ、小早川さんだぞ。本当だ、小早川さん。橋場くん、お疲れ様。もう帰るの？うん。あの、松永くん、さっきはありがとう。マリちゃん運んでくれて。いや、それはいいの。急いでたけど、ツバ女のお見舞い？うん、山岸駅の近くだからバイト前に寄って行こうと。俺も行っていい？え、でも家だし、聞いてみないと。聞いてみてよ。ごめんなさい。もう勝手に突撃しちゃうかな。お、でも家知らねえな。私ずっと、マリちゃんと松永くんは喧嘩しながらも仲いいんだなって思ってたんだけど、でももし適当な付き合いをするためならやめてね。あとはあの伝言とかあったら伝えるけど。いや、ないからいいや。そう、じゃあまた。マッツン、マッツンだけ話してずるい。あ、悪い。どうやら好きな子の親友の信用も落としてしまったらしい。本気ですって言ってもよかったけど、まずはツバ女に言いたいしな。今日どうしようか。ああ、俺ちょっと山岸寄ってくわ。まあ、久々に女の子のところ。ちげえよ、ツバ女のお見舞い。ん？さっき断られてなかった？そうだけどさ、ちゃんと言いたいことあって。言いたいこと？愛の告白的な、なんてな。いってらっしゃい。ああ、早く分かってもらいたい。誤解されたままは嫌だ。こんな面倒くさいこと今までならしなかったけど。さて、どうすんだよここから。ん？小早川さん発見！あそこから出てきた。ここか。アンナ、忘れ物。おお、なんだ元気そう。おい、てめえ閉めんなよ。うっせえ、何しに来たんだよ、帰れ。何ってお見舞いだろ。近所迷惑なんだよ、帰れ。そう思うなら入れろ。アホか、ズーズーしい。はっ、てめえ鍵とチェーンもかけただろ。じゃあね、おやすみ。くっそ、話どころじゃねえじゃん。あれ、君、松永くんだっけ？あ、どうも。いや、さっきはありがとな。で、どうしたの？何してんの？お見舞いに来たんすけど、入れてくれなくて。ああ、そっか。じゃあ俺が入れてやるよ。でもチェーンかかってますよ。おお、マジじゃん。おい、マリー、マリー、おい。あいつ寝たな。横になったら速攻寝つくんだよ。マジっすか？それかわいいな。しゃあねえな、ここ置いて帰んのもな。お、一緒に住んでないんすか？うん、俺結婚してっから。結婚してんすか？うん、高校出てすぐ働いてたしね。結婚したのはマリが中3だったかな。
そんくらいから。あいつ反抗期になってさ、ずっとピリピリしてんだよ、怖くって。俺も妹いるんすけど。まさか。あるよ、兄貴離れ。いや、ペチオ寂しい。わかるわ、それ。寝てた。あいつまだいんの？ねえ、マリは学校でどう？友達と仲良く？時に激しく？学校でもピリピリしてんのか。しょうがねえな、マリは。けど、兄として言っとくとさ、昔はマー君、マー君って俺の後ろくっついて素直で、そりゃ可愛い妹だったんだよ。今じゃ久々に会っても睨んできて俺のこともう嫌いなのかもしんないけどさ。マー君って呼ばれてたんすか？マサオミだからな。俺と結婚するって言ってた頃もあったな。可愛かったわ。で、君は？彼氏でもないのに見舞いに来るんだ。そんなん狙ってますよね、普通に。だろうな。でもうまくはいってないです。俺今まで結構遊んでて、だから信用ないし、どうしたら振り向いてくれるか考えたら本当難しくて、本気で好きっていうことがこんなに大変だとは思わなかったです。青い青いわ、学生っぽいな。高校生っすから。まあ本気なら大丈夫じゃね。じゃないと俺も怒るけど。ああうち昔から共働きでさ、俺があいつの世話してたんだけど、甘やかしすぎちゃって、少しわがままかもしんないけどな。一度信用した相手にはとことん気許すし、大事にするいい子だよ。それは見ててわかります。すごい一途だし、そんなところがいいと思うし、まあだから不毛なんすけどね。なんつうかライバルと差がありすぎて。ライバルいるの、そりゃ大変だわ。正直負け戦っす。恋愛なんてそんなもんよ。頑張れよ、適当に応援してる。適当っすか。おっと、俺も行かないと、嫁待ってるし。ああ、君は？車あるし遅れるけど。いや、大丈夫っす。うん、じゃあな。もしもし。ああ、ツボ女？寝てた？うん。体調どう？大丈夫？まあ。何か用？いや、用っつうか、少し出れねえか。出れない、寒い。だよな。じゃあ電話で悪いけど、俺本気でマリちゃんのこと好きだから、俺のこと嫌いでもそれだけは分かってよ。いや、言われても困ると思うけどさ、ただ気持ちを分かってもらえさえしないのがちょっともう辛いかなっていう。分かったっつってんの。は？お前そこにいんの？今来たの。私はアンナが好きなのに、男なんて嫌いだし気持ち悪いって言ってんのに、わけわかんない、頭痛くなる。ごめん。じゃあお大事に。今度バスケの練習付き合ってやるからな。いらない。きっと男嫌いの理由は兄貴にあるのかもしれないけど、今は聞かないでおこう。あいつから話してくれる日を待つことにしよう。こう見えて俺は器のでかい男だからな。私はアンナが好きなんだもん。